Коленки не расшиб, нет? Ладно, пошли. Проверим помещение. Окей, ちょっとね、危険なものを食べてみよう。これでいい。あ、あんまり満たされないな。ちょっと待って、置いてかないで。置いてかないで。飯食ってるんです。まあ、当然のことながら、投射のダメージは受けるけど、あ、そこまででもないな。多分満腹度と比例してんのかも。あ、死んでる。おお。ちょっと重量オーバー必死だけど、あ、まだギリギリ大丈夫。На прошлых муриках такого не было。いただきます。みんな死んでる。おーや。Так, Данилы тут нет. Пошли отсюда。これはワッペンか。Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага. Хо-хо-хо. 今ね、大幅重量オーバー中。Талант, как говорится, не пропьешь. Ну пошли глянем. いや、狭いな。少なくともこの人の後ろにいれば。お、черт. Тут полно кровососов. Спят, что ли?Давай-ка на цирлах, чтобы без шума и пыли. Негатный яд. Косги.あいつら束になって襲いかかってきたらもうどうにもならん。Надо же, прошли. Ну нифига себе тихий час. Вроде выход. Прыгай! Ну что-то. Идти. Надо этим бороду озаботить. Кто-кто, а он докумекает, как с тварями разделаться можно. 対処するやつのことを話せと。とりあえず調査はこんなところでいいのね。おう。Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. 了解です。強いな、あなたは。ああ。さて、とても今。単独で調査できるような状態じゃないので、はい、またトンボ帰り。さあ、荷物重量はもうとっくの塔にオーバーしてるんだけど、やっとこさ、とにかくお金貯めたいから、ゆっくりと戻ってきた。途中ね、薬ブーツの力を借りたりして、モンスターをかいくぐったりもしつつ、なんかね、こういうやつは手出ししないと攻撃してこない。みたい。たまに好戦的なモンスターもいるんだけど、途中ね、狂犬に襲われたりもしたんだけど、犬は数発の銃弾であっさり倒せる上にたくさん肉を落としてくれるから、料理をしたいところなんだけど、今料理キットは持ってるぞ。ただ燃料がない。燃料が売ってたら買おう。そしてこの視界がぼやけてる原因が分かったかもしれない。主人公ね、めちゃくちゃあくびするんだよね。多分、睡眠不足だ。まず物を売りさばいて、ここの2階お布団あるから、寝よう。で、あと、そうだ、報告。ブラッドサッカーの大群がいたぞ、あそこ。オールがガスボンベに関して何か言ってた。あはあはあはあ。取引、この世界の取引、ものすごくね、金を取られると思うんだけど、毒ガスでみんな一掃すると。
オールさんは。Да чё ты топчешься? Если あなたなんだけど、そう、この人に、PDA は誰かかしらに売ってお金にできるみたいだけど、できれば高値で買い取ってくれる人がいいと。だけど今は何でもいいから、数千数万単位のルーブルが欲しいんで、この人に売っ払った。それから、探知機のことじゃなくて、毒ガスが必要になった。ちょっと後にして、いい加減もうアーマーをなんか着ないと、まずいんで、ちょっと妥協しよう。もうね、7万ルーブルまで貯めて一気にいいアーマーなんてね、着てる余裕はないから、これ買おう、これ。オーバーコート、これは買える。OK。で、そうだ。視界が悪いのは防具のせいじゃない。こっちのせいだ。だけどヘルメットしてないのもまずいしね。ヘルメットが消耗していますよマークだ。で、今もう腹ペコリンチョだし。燃料とかもね、見たいけど、一旦寝よっか。はい、とりあえずアイテムを整えて、まあお金はもうほとんどないんだけど、お腹が減ってる上に今汚染食しか持ってなかったので仕方なく汚染されていない食材を買って腹減りをちょっと解消して、で画面右側に出てるこの警告は紛れもなくこのヘルメットは消耗してるということなんだけど、まあ、つけないよりはマシだから、戦闘になった時は、これ装備するか。防弾耐性は高いんで、多分これしないと、秒で頭を打ち抜かれるんだと思われる。それから、この人ね、調理キットをね、売ってる。売ってるから、今度はお金貯めてこれ買おう。はい。で、モンスターからの剥ぎ取りとか、あと缶詰を開けるときにこの万能ナイフを使ってるみたいで、これも耐久力があるからちゃんと予備をね持っておかないと、いざモンスター倒したときに肉とかを剥ぎ取りたいってなっても剥ぎ取れない可能性があるから気をつけよう。どうしようかな。この装備、放射能耐性は大したなさそうだし、お金が欲しいんだよな、お金が。ここはボコボコにされたし。毒ガス任務の続きやるか。だけど、まあ、自力で探してもいいんだろうけど、この人から聞かないとありかなんて分かりようがないから、2000ルーブルかかるって言うんだけど、今若干お金が足りない。なんか売れるもんあるかな。薬で売ってもいいんだけど、肉は持っておきたいんだよな。むしろ肉を売ってお金にして飯を買った方がコスパいいのかな。そんなことはないと思うんだけど、とりあえずグレを売って、あ、これいいね、皮膚も売ってはい、情報くれ。なんだこの人、情報はみんな金か。ヘリの話はやめよう。じゃあとりあえず毒ガスの話を。ここへガスを持ち込もうとして失敗した軍の車列があって、はあ、はあははあ、あ、ここか。森林管理事務局の奥の橋だ。PDA の充電は大丈夫だね。Здравствуй, сталкер。もし戦闘になったらマスクをすぐかぶろう。今夜か。待ってよ。あ、待って。ライトは節約したいんで、朝にしようか。
って寝て覚めたら、あ、寝て覚めたら、寝て覚めたら腹が減ってる。そっか、そりゃそうだ。あー、せっかく飯買って、高い金で飯買ったのに、寝る前に飯食って寝ただけだ今食べれるのはこれぐらい。ちなみにこのコーンの缶詰もね、なんと1300ルーブルもする。もったいねえな。フィールドに飯なんて落ちてないからな。なんか缶詰とか手つかずの汚染されていない食べ物があるような建物が見つかればいいんだけどね。そんな都合よく見つかりもしないし。ああ、腹減ってるからスタミナの消費が早いな。で、こんだけゲージがあるのにね、たった3だからな。まあそれ言ったらアーマーも大したゲージがないっていうか、あ、これは防護レベルか。まあ前の防具よりはいいはずだけど、まあ所詮はその程度、コートみたいなもんだしね。あー、前ここ来た時はサブの任務で取引に失敗したけど、もうゴロつきすらいないもんな、この辺。あれ、待って、喋り声がする。敵か？ちょっと弾を節約したいからハンドガン構えていくけど。あ、仲間臭いな。仲間。Иди, бугру по ушам катайся, а мои не казённые。か、一回制圧したからバンディットがいるだけか。ガスは前に通った、あ、通ろうとしたけど、そうだ、アノマリーがあってまともに渡れなかった橋だ。行けるかな。うん、行けるかな。まあまあまあ、端っこの方を通れば。いて、待て、誰かおる。あ、待って、あれ、いて、ゾンビ兵士だ。うわ、固まってんのに俺グレネード撃っちゃったよ。今もう AR しか。ぬっ、やったかな。なんかね、ゾンビ兵士は頭に弾を当てておかないと起き上がるみたいなのを見たんだよな。あれ、まだいるな。まあまあまあ、え、何これ、侍あなた侍、日系人。いや、日系人でも侍って名の付く人いないと思うんだけど。まあまあまあ、あそこにゾンビさんがいるな。これは汚染色だね。
Steam もね、あんまり数あるわけじゃない上に、 Steam を摂取すると一気に空腹が増すっていう。困ったな。うん、この人たちはあんまり話をしても何も知らんみたいだし。うわっていうか、ゾンビの持ってる武器状態が悪すぎてみんな売れないやつ。あ、これは売れる。さて、うん、圧倒的腹減り状態圧倒的腹減り状態なんだが、お金を貯めてね、クッキング用品さえ買えれば。これ、おお、どどどど、なんだなんだなんだ、またまたか。あ、な、何を売ってる？あ、ゾンビか。まあ普通のゾンビだな、見た目。倒してくれちゃうなら遺品を見よっと。ちょっと、あ、頭を打ちたいんだけどな。あ、死んだ？あ、で、めっちゃスライドする。めっちゃスライドする。あ、起き上がる。おう。あ、めっちゃスライドする。めっちゃスライドする。あ、ルーブル効果を持ってる。ルーブル効果をなぜかナイフで剥ぎ取る。あそこにいるんだ。夜にゾンビが発生して、発生したというか、なんだろうね、バンディットがゾンビ化したのかもわかんないけど、ちょっとここをセーブして注意して渡ろう。それとも反対側からじゃないと渡れないとか、そういうオチかな。待てよ、はしごなかった？はしごはないな。渡るしかねえや。意外と渡れた。んでも汚染度高いな結構奥の方だ。ワンチャン反対側から渡った方が良かった説というか、ちゃんと向こう側まで渡れるか。これはパイプに乗れと言ってる。待て、汚染、汚染、あーあーあー、待って、はまった、はまったわー。あ、というかはしごあるな。はしごあるけど、もうちょっと奥の方なんだよね、目的地は。ゾンビさんは呪いから無視しよう。このまま反対の方までパッと行けちゃえば。待って、汚染が強いのかこれ。やっぱ反対側から橋渡った方がいいかな。行くだけ行ってみよう。お、思いのほか、思いのほか、思いのほか、これが車列ね。高値な部品とかあったらいいのにな。多分このトラック落ちた、もしかして。あ、これか。あれ、ガスっぽいのがない。弾がある。ただこの武器に使える弾ではないと。あー、なんかおるな。あれー、金庫だね。あれじゃないかな。なんかこの辺のトラックの荷台にアイテムが、あ、積んでありそう、積んでありそう。あ、これだったわ。金庫見えたけど、これだったわ。ガスボンベ、これか。そうか、開かないと。
ええ、こんなボックスなのに鍵が2つ必要なの。この辺の別のトラックに積んであるっていうパターンでもないのか。さっきの金庫怪しいな。これ降りれるかな。そい、汚染はされてると。何もいね。あれ、あ、いた。あ、鍵が1本、 B とだけ書かれた平凡な鍵と指令書。鍵一つか。多分どっかにまた大破した車なりがあって、そこにあるパターンじゃないか。指令書ってなんだろう。化学薬品ペリン B3 が入ったコンテナの鍵はスラビン大佐。誰のことだろう。先頭から副指揮者、護衛者、装甲車。ああ、先頭が今いるあたりだと仮定するなら、後ろの方の車両に鍵があると。 OK、 ちょっと戻ってみよう。待って、飛び降りちゃったからまた反対側からはしごで登んないといけないやつか。